いつもご視聴ありがとうございます。車の話題でございます。今ちょうどねお盆真っ盛りですかね、今ですね、まあ夏真っ盛りということで連日ですね、夜もですね30度近く、もう非常に寝苦しい夜が続いておりますし、昼間は昼間でね35、6度といったようなですね、全くですねとてつもない暑い毎日を過ごしておりますが、皆さんいかがお過ごしでございましょうか。いつもご視聴ありがとうございます。それでですね、今日高級日はですね、まあ夏といえばですね、あの果物、そうですね、私この柏市に住んでるんですが、お隣の松戸市ですね、まあ鎌ケ谷市、まあそこはですね、まあ梨の産地としてはね、日本では結構有名な地域になっているんですけども、今日はですね、私がいつもですね、お世話になっておりますですね、梨園さんに行ってですね、まあ梨の配送の手配をですねしていこうかなと思いますので、その場面を、動画としてあげたいと思いますので、ご覧いただければ幸いでございます。それでは梨屋さんへゴー。今日もね、毎年恒例中野梨園さんにね、贈答用の梨を買いに来ました。はい、これからお店に入って、梨を買いたいと思いますけどね、残念ながらね、香水の梨はね、もうね、受付が終了しちゃったみたいでね、多分香水とかそこら辺になると思いますけどね。じゃあ早速お店の中に入ってみましょう。すみません、お疲れ様です。あ、こんにちは。Thank you.
よ。はい、あ、じゃあこれでいいよね、このサイズ。うん、全然全部このサイズでいいです。はい、最初のさっきの L チップ人はね。もうこれでいいです。その方も全然みんなこれ。これで立派だよ、やっぱり。はい、なるほど、はい、これはねお土産でもらいました。香水ですね。香水なんとね長年のお付き合いがあるということでね、特別にねしまってたやつを出してもらいました。はい、ここがね、味が自慢梨の里鎌ヶ谷の、中野梨園さんでした。はい、はい、梨ね買い終わりました。非常にね、みずみずしくてね試食もさせてもらったんですけどもね、その他にもね、あの、イチジクとかね、こういったのもね、いろいろ売ってましてね、非常にね、美味しいですよ。それと今日はね、特別になんかね、あの、梨またこれ、サービスいっぱいいただいちゃったんでね、本当にありがたいです。中野梨園さんの梨はとっても美味しいんでね、皆さんもね、この鎌ヶ谷の、中野梨園さん、来ていただいてね、梨購入されてるはいかがでしょうか。はい、本日もね、ご視聴いただきありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。バイビー、イエイ。